んは、辰巳です。こんばんは、あやです。今日のゲストはもうね、我がチーム潮風の歌姫だよ改めてね、はい、妖精のようなといつも言ってるけど大丈夫？妖怪じゃない？あ、妖怪かもうそろそろ妖怪もうそろそろ片足突っ込んでるってなんてこと言うんですかいや、普段は会場ではね、公開収録の会場ではなかなかそう言えないから思ってたってことですか？思ってたとんでもないですよ。我がチーム潮風の一番の末っ子だもんな。そうですね、だいぶ上がっちゃったけどなだんだんね、高齢化がね、我が潮風も我が潮風もなっておりますが、なっておりますが、はい、改めてよろしくお願いします。いいえ、今日はシンガーソングライトというなんだ、シンガーか、シンガーソングキャスターっていう風にね、最近作ったの？作ったんですよ、シンガーソングキャスターね。自分で呼んじゃった。あ、でもいいかもな。いや、でもなんかさ、そっちの活躍がすごくない？ありがとうございます。見てくれてる？いや、見てる。いや、なんつったって、文化人研究所じゃなくて、なんだっけ適当ですね。文化人放送局？文化人放送局。今のクラファンでも大変お世話になっておりまして、こちらこそ。もちろん、僕が行けるレベルの放送局でございませんので、拝見する限りでは、大変素晴らしい方がいらっしゃってですね。そこでキャスターをやられてるから、大変恐れ多くしております。今何をおっしゃいますかでも本当にやっぱりね、うん、関心度の高い方たちが視聴者、うん、視聴大丈夫キャスター全然ダメだ関心度の高い方が視聴者に多いんですよね、うん、そうだよね、うん、だから、まあ、結構さ、ジャンルもこう幅広いっていうか、まあ、例えば経済問題とかね、すごいやってるし、俺はまあ途中で嫌になっちゃうもんな優しい解説とかやんならいいけど、うん、ちょっと難しいとこあるもん。GDP がどうのこのとか、うん、ちょっとついていけないかもしれない。デフレがどうのこのみたいな。そうそうそう。でもちゃんとそれをこなしてるさやは、なんかちょっとレベル上がってるよね。ありがとうございます。トゥルトゥルトゥルって感じでさ、ピコーン。ね、いう感じがするよ。だからやればやるほどこうコメントとか、もちろん、まあ拉致問題についてはもうね。コメントのレベルすごい上がってるとかさ、だって辰兄のとこで勉強させてもらってるからね、やっぱり、まあ、公開収録でもな、会場でな、そうですね、客を泣かすようなコメントをよく言っていただけるね、毎回ありがとうございますと思ってますけど、いや経済問題でもさ結構いけてるし、最近なんか講師もやったりしてでしょ。あ、そうなんですよ、ね、ちょっとね、講演なんていうね、洒落たものをね、そうだよねさせていただけるようになって、まあ、ありがたいですね。それはだからシンガーソングキャスター講師、そうそうだよな。でもね、講師って言っても、うん、やっぱ音楽の話、ああそうなんだ、中心なんですよ。やっぱその日本のね、まあ、明治維新後からの日本の音楽史がどういう風に変遷してきて、うん、今に至るかっていう、あ、そういうあれか、うん、でもまあね、歌手としてさ、生活してるわけだから、うん、それを皆さんと言って、まあ、さやの場合ほら、特に日本の歌っていうかさ、はい、日本の心をこれまで歌ってきてるから、そういう意味でやっぱそういうのは面白いね、講師としてね、ですね、うん、はい、みんなに伝えていくのはね、それは大事だと思うわ、うん、別に経済語ってるわけじゃないんだな。そう、経済のね、講演も時々ね、うん、あんのあるんですよ。経済アナリストみたいになってるわけ？全然あなってないんですけど。あなってないの？全然、全くあなってなくて。あ、そう。うん、ただ、まあ、やっぱり、大体の傾向とかは、やっぱ、つかめるようにはなってきてるなっていう。おー、なるほど。だから、メインの講師の方と、うん、こう、ね、対談形式の講演みたいなものが多いですね。なるほど。はい。じゃあ、今日は、まあ、ただ単のチーム潮風さやではなく、ちょっといろんなさやをひんむいていこうかな。ひんむかれちゃうわけですね。ということで、今夜も参りましょう。はい。タツニー・ユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は、すべての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りします。
ゆみねいの俺がやらなきゃ誰がやる、あよいしょ、いいね。さてこのコーナーは毎回ゲストを呼んでね深掘りしようというコーナーなんで、今日はもちろんさやのシンガーソングキャスターになる、はい、まあ、そのきっかけ、そこを何どっかでこう話したことある？そうですね、あでもシンガーになるきっかけっていうのは話したことがあるかもしれないんだけども、うん、まあ、やがて両方やるように、まあ、キャスターにもう今流行りの二刀流っていう、うん、まあ、自分で言っちゃっても本当に、うん、恐縮なんですけど、うん、そういう形になってきたのは本当にここ数年ですよね。まあそうだね、まあ、アシスタントって言ってやら結構やってたけどな、長くな。確かにね、うん、まあでも隣に座ってる可愛いお姉ちゃんみたいなお姉ちゃん ね、はい、そういうレベルで、まあ、特に喋ることもなく、そうですね、ぐらいな、はい、だったよね。そうそう。まあ、ね、今もね、ほとんどそうなんですけど、うん。いや、でもさ、あれはちょっとほら、番組っていうかさ、放送局変わったじゃない。それがすごいでかかったと俺は思うよ。うん。タツにやっぱそういうとこね、うん、しっかり見ていただいて。いや、だってね、俺、変わったね、ところから、もう、あんたはそぐわないから出ないでくれって言われたもん。え？そうよ。え？そうなの？そう。え、どうして？いや、そぐわないんでしょう。こういうキャラはやっぱダメなんじゃない？え、意外や意外な。そうだったんだよ。そうなんだ。あ、何が放送コードに引っかかったんですか？なんで俺がなんかまあ、危ねえ、ピー、ピー、ピーばっかり言ってる。なんか不適切な存在？まあそもそもそうかもわからんけどな。まあ、カツラギ、まあでもカツラギのところしか出てなかったかな。一回ぐらい違うのね、あったかもしれないけど、うん、カツラギがね、カツラギのだって番組最初のゲスト俺だからね。あ、そうだったんだ、うん、え、ナミさんの番組とピーピーだよ。これもピーか。そうよ、うん、まあでもね、いいですよね、うん、今日はもうオフレコもいいね、全部晒してね、晒そう晒そう。なんであれからさやがすごく変わったなっていう気がちょっとしてるんだよね。俺は見ててそう思ってる。あ、嬉しい、うん、もちろんそのね、ミュージシャンっていうかさ、歌手としては、うん、まあ、それはもうずっと並行してさやってたけど、その二刀流の目がこうピュッと変わったのはそこだよね。確かに。いきなりこうメジャーに行ったって感じ。ああ、そういう感じじゃない？なんか、まあ、あの本当に他流試合っていう感覚だったんですよね、うん、最初は、うんうん、でもやっぱり、まあ、帰る場所を失うと、うん、やっぱ人間って強くなるなっていう感じはね、ありますね。いや、絶対そうだと思う。うん、で、前はまあ、なんとなく可愛がられてた小鳥ちゃんみたいなさ、ところがあるわけだよ。なるほど、なるほど、うん。俺にはそう見えていて、で、あんまりそういうの重視してないところもあったし、うんうん、で、それは俺あんまり良くないなとは思ってたけど、まあ、それがこう解き放たれたっていう感じ？ああ。まあ、ちょっとさ、じゃあ先にまず、うん、例えばさ、歌、なんで歌手になろうかなと思ったその最初の最初のそもそもはどこよ？あのね、これはプロフィールにも書いてあるところなんですけど、うんうん、最初はあのリレハンメル、あ、バルセロナオリンピックの開会式で、うん、ジェシー・ノーマンっていう黒人のね、オペラ歌手の方がアメージング・グレースを歌ってたんですよ。白いね、なんていうの、あの、まあ、コットンのようなあの布をね、全身に巻きつけて、うん、よく歌ってそういうの布巻きつけて歌ってない？巻きつけがちですよね。さや。まあ私もね、巻きつけがちなんだけど、やっぱすごい荘厳な雰囲気だったんですよね。で、何万人もの聴衆がね、いて、で、そこで歌ったアメージング・グレースに、やっぱもう、なんか、ビビビビッとも天下。なんちゃい？なんちゃいの？え？なんちゃいの時？なんちゃいだったんでしょうね、あれ。だから、1996年だったかな。96年。うん。だから、12歳。くらいかな。あ、ちょ、小学生だ。小学生くらいでしたね。で、うわ、こんな奇跡みたいな、うん、そこにいる人がみんなが振り向いて心をね、一つにしてっていう、うん、もうすごい感動だったんですよ。もうブラウン管だったけど、当時は、うん、もうブラウン管に釘付けで、
ですごい感動して、そこからアメージングレースをなんか口ずさんでたので、歌好きだったのね、そもそも好きでした。マーチングバンドでトランペットもやってたし、その時、うん、音楽はすごい好きで、音楽好きで、で歌ってはいなかったんだね。歌ってはいなかった。歌手みたいなことにはなろうとは思わなかったけど、まずは、はい、でもまあそれ見ていいなと思ったと、うん、でじゃあ中学生になると残ってるわけ、それが。そうなんですよ。だからそこから少しずつ、あ、なんか歌を歌う人になりたいなっていうふうに、こう気持ちがね、どんどん動いてきて、うんうん、ただもう当時はほらすごいパーソナルな話なんだけど、うん、家がね、うん、あの共働きの家庭だったから両親とかもいなくて、でも寂しいじゃないですか。 そうだね、うん、そうすると自分に振り向いてほしいと、で歌を歌う、アメージング・グレースを歌うと母がすっごい喜んでくれて、へー、で母がこんなに喜んでくれるんだと、うん、で私を見てくれるんだみたいなところが、うん、やっぱりなんかあったわけ、あったんだ、愛されたいっていうのがね、あったんだと思うんですよね、うん、一人っ子だっけさよ、一人っ子、じゃあなおさら寂しいわけだな、寂しがりなの、そうだな、うさぎちゃんだな。まあ、そうね、寂しいと死んじゃうっていうね。寂しいと死んじゃうっていうからな。うん、あ、そう。そんなところで、やっぱりすごいパーソナルなところから出発して。でも誰にも習うわけでもなく、うん、聞いたものを、ただ単に歌ってただけだ。うんうん、当時はね。当時はね。で、二十歳くらいになって、うん、まあ、その頃はもうジャズとかすごく好きになってたから、あ、ジャズのベーシストのところで。あ、練習して歌ってたっけ、歌ってました。え、楽器とか高校の時バンドやってるとかそういうのなかったの？だからトランペットは中学3年までやっていて、あ、そう、うん、じゃあ今でもタララータラタタタタタとかできるわけ。もうすごい、タラ、それそんな巻き舌で。いや、トランペットって言えばさ、タラタタラタタタタタじゃない。そう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 、でしょ、うん、できるのね。必殺仕事に。そうそうそう、さすが。できそうだかなと思ったの、はいはい、あ、そうなの。じゃあマーチングバンドとかこう歩きながらね、こうチャッチャやるでしょ。そう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 、あれ結構かっこいいよね。かっこいいですね。あれうちの公開収録でも一回やってもらったことあるんだよね。あ、ありましたね。警察のさ、はいはいはい、ね、マーチングね、すごかったでしょ。かっこよかったよね、うん、こんなもんぐるぐる回しちゃってさ、なんかね。あ、でもできるんだ。ああいうことやってたわけ。できる。今でもその指揮もできるんで、うん、あのマーチングバンドのあのなんかこうね、玉がついてて、上に羽みたいにもついてる。あれも、あ、こうやってやってるな、うん、あれも一通りはできる。あ、そう、はい、そこが音楽の発祥なんだ。そうですね、まあ、体でリズムもあるから、まあ、リズム感もないとできないしな、うん、まあ、もちろん音程もそうだけど、まあ、でも自分がこんなに歌えるとはあんまり思ってなかった、その頃は。いや、私うまいとか思ってないの？全く。あ、そう。全く思ってないし、今も思ってないけど、うん、でも、なんだろう。でもしょうがないよね。始めちゃったもんはっていう感じで。そうそう。うん。やるからにはもうとことんさ、やりきらないとダメだから、はい、うん、それは多分そういう肝が育ったんじゃない？きっと。でもさ、うん、私も聞きたかったんですけど、何？タツニーもさ、うん、音楽家じゃない。まあ音楽家っていうかな。俺はもう我流中の我流で、まあ一緒か。今話聞いたら大して変わんないな。うん、変わらないですよ。俺はロックで世界を変えたいと思っていて、うん、やっぱ中学生ぐらいだよね。レッド・ゼッペリンとかディープ・パープルとか、まあ、普通に洋楽、うんうん、まあその頃流行ってる洋楽を聞いて、ローリング・ストーンズとかな。だ、一つ俺はあんまりビートルズは好きじゃなかった。それね、うん、やばいよ。やばい。それラジオで放送するとね、うん、危険。あ、やばい。もうに、世界中にね、いるビートルズファンから ね、うん、もう、袋叩きに会いますから。はい、俺はあの、どちらかといえば、ローリングストーンズが好きだった。あ、賛成。どちらかといえばね。はい。うん。マイナーな方ね。そうね。どっちかというと。どちらかといえば好きで、うん、まあ、そういうのからやっぱギターを始めて、で、あの頃はね、やっぱ日本はもうまださ、フォークとかさ、あ、吉田拓郎とかさ、あ、その時代、井上陽水とか、そういうのが、まあ、やってる頃で、中学生ぐらいになって、中学生ぐらいとか、ようやく松山千春とかさ、あ、そういうのが、最初な、こう、出てくるような、日本だとそういう時代だよね。じゃあまだニューミュージックまで全然。まだフォークだよね。時代が行ってないんだ。うん。古。古だよ、古。古。そう、もう昭和
だよね、うん、まさに昭和中期というかなんていうか、そうそうそう中期な、そうだよ。だからまだまだその本当にニューミュージックになってない最初は、だからやっぱりフォークギターだもんね、買ったのはね。フォークギターを買って、もう今コードジャンジャが弾きながらアルペジオをしながら、やってた日本の歌だし、あとはやっぱエレキがだんだん欲しくなってきて、で洋楽コピーするようになったりして、たまたまね俺ね、うん、声が高かったのよ。へえ。ソプラノだったの。本当に？少年少女合唱団で。え、綺麗な声だったってこと？まあそうね。女の子の中に男のソプラノって少ないじゃん。少ない。でソプラノやってて、だから例えばディープパープルのイアン・ギランとか、ああいう高い声が出たわけよ。へえ。めっちゃレアじゃないですか。そうそう。だからハードロックのボーカリストができたわけ。それでロックで世界を変えようと思ったのね、うん、なかなか高い声が出る男の子って もちろんさ声変わりしちゃった後はなかなか出ないじゃん、うんうん、こね、する前はまあ子供の中っぽいからだけど、だから高い声が出たんでハードロックをやるようになって、そんなに苦でもなかったからね、っていうか俺は全然苦でもなかったね、その頃はね。でもさ、そのロックっていうので世界を変えようっていうのはさ、うん、なんだったの？何をに対してこう向けてたの？そのそれはやっぱね、うちはさ、知っての通り親父はあのシナリオライターという、まあ、いわゆる特殊な家庭環境で、脚本家ね、うん、まあ、家にもあまりいず、いてもまあこもって何か仕事をしてるみたいな、要は普通の家みたいに朝行ってらっしゃいっつって出てって夕方で帰ってきてみたいな、こういう生活じゃないわけで、もうめちゃくちゃなわけだよな、普通の家に比べると。だからどちらかといえば家にはいる鍵っ子にはあんまならないんだよな。ああ、うん、なるほど。でいない時はもう全くいなかったりするんだけど、まあそんな中でうちはやっぱりね、家庭の生活がこう不安定なんだよ。でしょうね。やっぱほら収入がさ、やっぱ仕事すりゃあるし。うん、そうじゃない、やっぱ音楽の世界もそうだけどさ、作品単位になっちゃうんですよね。そう、入るときは入るけど、うん、入んないときは入んないでしょ。でうちのおふくろはそれで結婚して俺が生まれたんだよな、うん、でもかかわらずだ、そういう仕事はダメだっていう言い方をしたことがあるわけよ。へえ。でも親父はだってペン一本で家族を養ってるわけだよ。それ俺はすごいとは思うけど、それであんたはサラリーマンになりなさいって言われた時があって、うん、それちょっとショックだったね。そうなんだ、うん、でも女の人あるあるじゃないですか、やっぱりそれは、まあ、安定ね、安定、息子にはやっぱり安心を ね、安心な生活を送ってほしいなっていう、うん、でもそれが許せなかったんだ、まあ、やっぱ違うなと思ったよね。それで今みたいになっちゃったんだ。それでなんかてなわけでもないけど、うん、やっぱりね、こう何、まあ、尾崎豊だよな。俺の方がちょっと先だけどな。俺の方が早い。ちょっと早いけど。一足早い。早いけど、まあ、そうやって、そこにあったのはギターなわけで。ああ。バイクなわけで。ああ、盗んだバイク。そうそうそう。盗んでないよ。俺は盗んでないけどね。うん、でも、やっぱそういう時代だから、やっぱな、そっち走っていくわけだよな。あ、でやっぱロックで世界を変えようって、な、単にこう何か違うことを起こしてやろうみたいな、そういう気持ちになって、で何人かやっぱそういうやつ集めてこうバンドやって、まあ、こうもう高校生ぐらいの時はやって、うん、で、まあ、自分たちでこう、まあ、最初は学園祭とかそういう、こうつまんねえことだけど、だんだんもうそういうのじゃ物足りなくなってきちゃって、でライブハウスやるようになったりして。へー。だってさ、あの、タツにメジャーレーベルからさ、そう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 、声がかかる。まあ、俺、あの、昔新宿にさ、ルイエドっていうライブハウスがあって。あったあった。有名なとこですよ。まあ、超有名だよな。うん、あそこで出てたわけよ。うんうん。もう、ね、今ないけども、エピックソニーっていうところのプロデューサーから声かけられて、で、まあ、入るわけだけどさ。うん。まあ、入ったら入ったら違うんだよ。まあ、音楽ってそうじゃない、やっぱ。やりたいことができないというかさ。はい。で、やっぱ、盗んだバイクで走り出すだから、自分の曲を、で、やってたわけだよね。うんうん、もちろん、やっぱ、まさにシンガーソングライターだよな。で、やってたにもかかわらず、こう、違うものを押し付けられたり、
俺ね、一番その時で良かったのってのは、ちゃんとレッスン受けられたってことが一番良かったと思うね。なるほどね、うん、確かにそれが事務所のいいとこですよね。そうそうそう、それはちゃんとやってくれたから、うん、まあ当時だから結構なミュージシャンもいたし、うんうん、それでみんなちゃんとみんなメジャーにデビューしてた方たくさんいたから、うん、まあその中に俺も混じっていたわけだけど、はい、まあでも俺にはあんまりこうさ、な運が回ってこなかったんだよな。向いてない。向いてない。向いてない。そういうな、うん、これをやりなさいとか向いてなくて、で俺はダメだなと思って、まあ、もう、そこはやめて、それで、それからもしばらくやんなかったもん、音楽を。ああ、離れちゃったんですね。うん、まあ、ね、でも気持ちだけはいつもロックで世界を変えようと思ってたけど、まあ、この仕事に入るまではもう普通のサラリーマンですよ、それからは。そうなんですよね、うん。だから異色の経歴ですよね、辰にもね、うん。でも、私もやっぱ、最初に高橋真理子さんの事務所に入ったんですよね。うん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 、でその時に、まあ、いろんなこう曲とかね、うん、あの持ってきてくださって、これはどうかあれはどうかみたいな感じで、うんうん、いろんな調整をね、そうだね、やるよね、うん、やるんだけど、うん、やっぱりすごいわがままなんですよ、こういう人間は。いや普通そうだろ。だからこれはや、あれはやみたいな。いや私はこういうのやりたいのっていうのがあって、うん、ミュージシャンになるわけだよ、うん、でしょ。いやもうね、今考えたらそんなこと言える立場じゃねえだろうと。いやもちろんそう。もう俺が上のやつだったらお前何言ってんだってなるけど、練習しろっていう。そうよ、なるんだけど、はい、違うんだよね。そうなの。その頃はさ、ね、こんなもん歌えるかバカ野郎みたいなさ、うん、なっちゃってそう、あ、そうだったの。そうだったんですよ。だからいろんなほら演歌のね、事務所にいたこともあって、うん、そっからマリコさんの事務所に移って、うん、で、その後も。演歌も嫌だからこんなもん歌えないよって移ったわけじゃん。そうなんですよ。だからもう最低の人間なんですよ。本当に人に迷惑かけて。今から考えらんないね。だってね、投資してくれてるわけじゃないですか、うん、そこで。そうよ。ね、音源作ったり。教育してさ、そう。レッスンしてさ、そう。ね、音源作るのただじゃないんだから。作曲家の先生がさ、そう、先生が。ね？ね？隣にいてさ、で、こうやって歌ったらどうかとかいろいろやってくれるわけでしょ。で、今振り返ると結構いい曲なんですよ。うん、あ、その当時ね。うん、当時のね、振り返ると。ね、いただいたね。だからもうね、ダメ人間。あ、いや、でもそうなんだよ、うん。でもさ、あれ、その時は自分で作ってたわけ？当時はね、全然作ってなくて。じゃあ、ただ単に歌手として。うん。でも、そこにだから入る前は、まあ、要はスカウトみたいにされて入るわけだ。そうですね、演歌のとこはスカウトだった。ああ、じゃあどっかで歌ってて、うん、でそれを見てスカウトされて、何で演歌なんだよちょっと待って、そこちょっと聞き逃せねえな。よくわかんないけど、わかんないけど、いや、それ何を歌ってんのを聞いて演歌の事務所がスカウトしてきたの。ちょっとね、いい曲なんだから、その曲、哀愁記っていうね、タイトルがついてて、待ちわびて、待ちわびて、あなただけを待ちわびて、っていうね、曲になったの。昭和だね。めっちゃ昭和のムード演歌というかね。だよね。でもね、うん、誰が歌ったの、違う人。いや、お蔵入りになったんですね。私がレコーディングまで行ったんだけど、蹴ってしまったっていう。え、デモ版とか残ってないの？なんか。ああ、歌は覚えてるんだから相当な印象だよね、でも。確かにね。練習は相当させられたんだよね、だからね。そうなんですよ。で、いい曲だからこうやって残って覚えてるんね、覚えてるんでしょうね。今も歌うと思えば歌えちゃうんだ。そう、ね。歌詞はまあ、無理覚えかもしれない。わかんないけどな。うん。あ、そう。はい。へー、最初の曲、それ。それが最初の曲でした。でも、じゃあ、プレスはされなかったわけだ。プレスはしない。あ、そう。うん、で、これが B 面の曲で、A 面の曲は、旭川のほとりっていうね。ちょっと待って。ご当地ソング？しかもね、旭川って北海道じゃないの、岡山なの。岡山にある旭川なんですよ。ほんと？そう。A 面がそれ。それ。で、さっきの B 面。B 面。あ、そう。へえ。で、その事務所はもう辞めて、それで、はい、次の、まあ、高橋真理子って言えば、まあ、まあ、ポップスというかさ、そうですね。ね、まあ、ニューミュージックの走りでもあるし、なんだっけ、あの人グループになんかいなかったっけ？ペトロ&カプリシャスで、そうそうそう。5番街のマリーとか、うん、あの、桃色吐息とか、あ、そうね、もう数々のヒット曲が。そうだわ。いや、ちょっと、なんていうの、ブルースとかカントリーっていうかな、なんかそういうの入ってたよね。入ってるね。うん、そういう雰囲気がね。うん、へぇー。で、うん、入ったわけだ。
でマリコさんの事務所でも CD をね、あの、うん、マリコさんの旦那さんのヘンリー広瀬さんという方がプロデュースで CD は1枚、うん、作っていただいて、うん、それが最初のファーストアルバムなの。それはね、うん、ファーストじゃないんですよ。違うんだ。違うんですよ。それはね、なんか後日ご縁があって、うん、作っていただくことになる。ファーストはどこ？ファーストは。ファーストはそのマリコさんの事務所を辞めて次に入った事務所だったんですよね。あ、そうかそうか。うん、まあ、違うところまで行くわけだ。そう。だからもう本当にろくでもない。わがままミュージシャン、わがままっていうかね、ママ歌手。でもさ、自分にしっくり来なかったんじゃない？それは確かにこれだっていうふうにやっぱ思えるものがなかったのかもしれない、ね、いや、そこは俺はね、大事にすべきだと思うんだよ。だからね、結構な曲を歌わせていただいて、それであのプレスの簡単なんだけど、やっぱこうアーティストだからさ、歌手って、うんうん、ただ単に歌が上手ければいいとかじゃなくて、それをこうどう自分で表現してしっくりくるかっていうのは大事じゃない？大事だよね、うん、だから自分も酔えるし、自分が酔えなきゃ人も酔わせらんないから、だからうーんと思ってる曲歌っても俺は面白くないから。ただ単に職業歌手の人って俺すごい尊敬するもんだって。あ、逆に尊敬するっていうこと、うん、だって誰何でもうまく歌っちゃうわけじゃない？うん、俺できないもんね、それね。ああ、そうか。人様に作ってもらった曲でさ、いや、それいいと思えばいいよ。でもさ、そうじゃなかったら、こんなもんってあるかよ。やっぱ、バイク盗んじゃう。すごいよ。どっちかって言ったらそっちでしょ、お前。俺の気持ちなんか誰もわかんねえんだ、バカ野郎、スペーンみたいなさ。窓ガラス割っちゃうみたいな、学校の。そうでしょ。ね。なんかやっぱそういう気持ちはわかるから、次々とこういろいろ行って、でもそこやめて、じゃあファースト作るときはしっくり言って作るわけ。その時は、うん、あの初めてね、やっぱあの私の CD のアルバムほとんどプロデュースしていただいてる塩入俊也さんっていう、ね、うん、ピアニスト、はい、その出会いがそこなわけ。その事務所だったんですが、塩入さんの楽曲だったわけに触れた時に、うん、やっぱり聞いたこともないような音楽だなって思った。これはすごいと。うん。あの、木漏れ日っていう最初のアルバムの1曲目が、うんうん、その木漏れ日という曲なんですが、なんか日本の唱歌のようでもあるし、クラシックのようでもあるし。ね、あの方はさ、ちょっと口挟んで悪いけど、もともとクラシックの方なの？あ、もともとは、うん、あの、キリト、あの、荒木先生の後輩なんですよ。東邦学園、はいはい、東邦高校の男子校なんですけども、うん、そこでまあ音楽、あのピアていてクラシックの音楽をずっと。クラシックの方なんだ、でそこからまあいろんなポップスのね、うん、西城秀樹さんのピアニストやったり、いろんなルーラだな。どっかでやったなこれな。したね。したよ。したね。うん。あ、そう。うん。だから、まあ、ポップスも両方やりながら。やりながら。まあ、作られる曲は、本当に、なんとも言えない、こう、日本の風景もすごく浮かぶし、なんだろうね。なんかこう、心の中をスーッとこう、うん、溶かしてくれるような、うんうん、バーレのものがあったわけだね。素晴らしいものを私は感じましたね。この人の曲だったら歌いたいと、うん、素直に思えたんだね。思えましたね。それが最初のアルバムにつながるわけだ。はい。じゃあさ、うん、俺リクエストなんだけど、やっぱあの俺の一番好きな曲ちょっとかけたいと思うんだけど。え、なんだろう。知ってる？何？窓のない列車。知ってる。知ってるよな。知ってる。それのやっぱさやが歌ったやつ。はい。ちょっとみんなに聞いてもらいましょう。お願いします。はい。東駅は月明かりさえ凍り、ポーランドへ向かう列車が不吉な白さの蒸気を
ということでね、こっからは次のコーナーに行くんだけども、はい、ちょっとその前にさ、やっぱり今の曲、こう簡単に引き下がれないんだよね。あ、嬉しいな。この曲はね、さやのライブを見に行って、うん、最初に聴いたんだよね、この曲。
そうでしたね。ライブで聴かせていただいたんだよね。で、こう、あの時ね、もうとにかくね、何がすごかったかというと、うん、この曲は一体何なんだということを早く聴きたくて聴きたくて、あれ以降にさやが歌った歌がね、ほとんど俺聴けてないのよ。嘘。申し訳なかったけど。あ、じゃあ、まあ、そんだけインパクトがすごい強かった。そうなの。だから、終わった後に今すぐさやにも聴くんだけど、うんうん、あまりにもインパクトがありすぎて、という曲なんだよね。そうなんですよ、うん、でこれ多分ね、ご視聴いただいてる方は初めて聞いた、うん、と思うんですが、うんうん、これはもともと金城ひろ子さんっていうね、ともしびっていうさ、歌声喫茶あったじゃないですか。昔あったよね。あそこでメインをずっと何十年もメインのシンガーとして歌われていたシャンソンの方がいるんですけど、うんうん、その方が歌っていて、うん、で作詞は瓜野正夫さんっていう、すごい有名な人だよね。超一流のね、作詞家ですけども、うんうん、で作曲は塩入俊也さん。あ、なるほど。ピアノのね、うん、塩入さんということで、うん、私も以前その金城さんのアルバムを聞いて、うん、まあ言いようもない衝撃を受けた。いやー、これは受けるよね、うん、でこれぜひ私もこういう歌を、うん、こういう意味のある歌を歌いたいっていうふうに思って塩入さんにお願いして、うん、この曲私にもアルバム入れさせてくださいっていうことでお願いして作ったミラクルというねアルバムに収録しています。ね、前な、俺やるでも紹介したもんな。うん、へえ、でもまあこれ聞いて何か感じない人はいないというぐらい、うん、俺はすごい衝撃だったね。これほら窓のない列車っていうと、うんうんうん、皆さんねどういうことを思い浮かべるかなって思うと、う、ね、うん、まあ1940年代の、そうだ、ね、あのアウシュビッツへと向かう、うん、あの列車のことなんですよ。まさに強制収容所に送られるな、はい、汽車のことだよね。そうなんです、うん、でね、まあだん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 こう戦火が近づいてきて、うんうん、でどんどん不穏になってきて自由がどんどん制限されていく。 そんな中で、うん、まあ、恋人たちが、うん、まあ、別れになってしまうと。そうだね。で鉄条網張り巡らされた駅にね、うん、その列車は止まる。そうだ。運命も恐れぬ人なのに、うん、あなたの瞳が凍る、うん、まさに俺のこと言ってるみたいだよね。もしもし。え？もしもし。違う。いや、なんかこうさ、はい、目にちょっと浮かばない？なんかこう、俺がその記者に入れられてさ。俺が記者に入れられちゃうの？入れられちゃってさ。それは困る。うん。うん。ね？うん。どこ送られるわけだよ、こう、強制収容所に。もうなんかもう、俺もなんか、記者にこう乗っかってる雰囲気だもん、こう。まあ、ね、うん、まあ確かに。そしてね。うん。バカンスはニースにまた連れてって。そうでしょ？太陽の下でね、トカゲのようにね、肌を焼いて、愛し合いたい。俺とサヤがこうさ、ニースに行ってるのが今のこう目に浮かぶよ。全く浮かんでないですね。浮かばない。ま、弓根にしとこうか。その想像は。そう？いやー、ちょっと今なんかこう浮かんで、なんかさ、いやー、いい感じだなと思ったよ。この、まさにこう、要は、はい、この世界に入り込むっていうことよ。あ、なるほどね。そうでしょ？うん、そうだ、ね。自分をなんかさ、置き換えられない？私も今も。いやー、ね、もうほんとそう。俺がこうさ、記者に寄せられてるとこにこうさ、うん、こう探しに行くわけだよ。うん。さやがな。うん、うん。ホームを書き分けて。人を書き分けて、ね。書き分けてな。探しに行くわけだ。うん。ともうさ、記者が動き出してるわけだ。あの記者の中に乗っているっていうことがまあ分かるんだよ、直感でな。う、頭に浮かんだでしょ。浮かんだ。浮かんだよね。うん。いや、それだけこの曲っていうのは、歌詞もまあものすごいんだけど、うん、メロディーもすごいし、感じるよね。ああ、本当ね、うん。ありがたいですよね。うん、だからやっぱ、この曲の中にもラジオっていうのがね、そうだよね、キーワードでね、ポイントがね、出てくるわけだ。出てくる。うん、暗闇の中でね、うん、部屋の明かりを消して、二、うん、人はラジオを聞くんですけど、そうだね、このラジオって、うん、村尾さんがよく潮風の公開収録の中で説明してくださる。うん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 、そう。あれ、うん、あれなんですよ。で、あそこで、説明してるのは まさに一例で、うん、あれはアメリカが、メインでやっていた、ラジオフリーヨーロッパラジオリバティというね、うんうん、放送なんだけども、うんうん、実は、まあ、要するにさ、東側からどん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 侵略されてくるわけだよね、当時のソ連にね、うんうん。で、やっぱフランスも危なくなるわけだ。うん、
でそういう時に当時やっぱパルチザンの皆さんたちが、電波を使ってね、うん、いろんな情報を送り合ってたわけ。でそれが結局情報源になって、例えばドイツ軍がどこまで、ね、来てるとか、ソ連がねどこまで来てるとか、そういうね話がいろんなところでこう情報としてさ出てくるじゃない、うん、それをやっぱそこの二人は聞いてたわけだよね。うーん、でそこにはね逆に言うと音楽も流れたりするわけだよ、はい、だからそれが一服のさ癒しになるっていうの、うんうん、やっぱ二人で聞くにやっぱそういう場面も必要だし、でも本当にこそこそ聞かないと聞いてるところが見つかっちゃうと捕まっちゃうみたいなさ、これはまさに北と同じだよね。本当にね、まさにその、うん、北朝鮮でね、うん、暗闇の中で夜のね、うん、時間帯にこっそり聞いてる、うん、本当だよ ね日本人の姿を思わずには歌えなくて いつも、はい、これ公開収録で歌ってもいいよね。そうか、うん、確かにその状況的には何かね重なるものがあるよね。まあもちろんストレートではないね、うん、今のねあのホワイト、ウェイト・ホワイルみたいなね、うん、ああいうちょっと意味合いとは違うけど、うん、まあでもこのメロディーとかさ、これはねちょっと感じない人はいないからね、ちょっとなんかね入れたいなっていう感じはするよね、うん、まあ複数曲歌えるのも作ってもいいと思うんだよね。だからまあ今ほら公開収録ってもうすごいカツカツでさもうよ、ね、みんな一曲でさ、ね、うん、子供たちも、まあ、10分で、まあ、結局、さやとかゆみとかだって、まあ、結局は10分ぐらいなんだよね、一曲歌って MC やってさ。確かに、うん。もうそれで回してるからね、本当はだからみんな複数曲歌える持ち歌があるからね、それでライブでもやれたら一番いいなと思うんだけどね、ステージでね。うんうん、いや、そういう時が来れば、絶対やりたいよね。ぜひ。お願いします。いや、本当にね、これはもうそういう思い入れがある曲なんで、うん、まあ、さやのね、来るときにはもうぜひこの曲をかけたいと思って。ありがとう。うん。嬉しいです。いや、これあの、みんなね、また聞きたいと思うだろうからね、うん、あれ、YouTube とかに上がってんのかな、なんか。この曲はね、上げてなくて。上げてないのか。あの、ぜひ、ミラクルというね、アルバムを買って、はい。聴いてもらえれば、はい。もういいよね。うん。あと、ライブでもね、時々歌ってるので、うん。大事に歌い続けていきたいと思ってます。そうだね。はい。いやー、今日はもう本当に、なんかさ、本当はここ、違うこといろいろやんなきゃいけなかったんだけど、おぉ。あまりにもこの曲が良かったんで、ありがとう。引き続き、さやの、はい。話で、終わっちゃいました。終わっちゃいました。もう次のコーナー行きます。ごめんなさい。はい。タツ姉、ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆は1993年に千葉県の習志野市から失踪した田中正道さんの妹さんで村岡育代さんの呼びかけを聞いていただきます。正道兄さん、育代です。未だ助けることができずにごめんね。忽然と兄さんが行方不明になって理由がわからず、どれだけ悩んだか、千葉に行けば兄さんに会えるのではないかと何度足を運んだかわかりません。当時住んでいたアパート周辺も今は面影もなく、大きな店が立ち並び長い年月を感じます。茨城の方のいとこたちも皆元気です。お墓も5年前に建て替えて、かっちゃんが正道が帰ってくるまで見ると言ってくれてます。みな兄さんの帰りを待っています。母さんの50年期もあと3年です。
その席に兄さんがいたらどんなに嬉しいことか、思いは募るばかりです。私の子供たちも皆結婚して、今は10人の孫のおばあちゃんになりました。兄さんが極寒の地でどんな生活を送っているのかと思うと、いてもたってもいられません。くれぐれも体に気をつけて元気でいてね。絶対に会えると信じて待っています。帰ってきたらのんびりと温泉に入り、暖かい鹿児島で暮らそうね。行くよ。という呼びかけなんだけどね。まあ、村岡さんはあの鹿児島の公開収録の時にも来てくれていて、はい、ね、そこであの、まあ、さえもあったと思うんだけど、うん、まあとにかくね、あのお兄さんがいなくなって熱心にずっとね、本当にあのな、何回千葉に行ったかわからないとかね、あのメッセージの中で言われてたと思うんだけど、うん、まあ、ちょっとね、いなくなり方が不思議というか、まあ、入院してそのまま退院するんだけど、そのままね、車ごといなくなっちゃうんだよね。車ごとね。うん、で、まあ、他の拉致の案件、ね、拉致の可能性がある人たちの案件でも、車ごといなくなってる方ってとっても多くって、まあ、しかもその中に、自分の、身分がわかるものが全部残っていたりね、するケースが多くって、本当にだから本人がそこに乗り捨てていったかどうかわからないというようなことも十分考えられるわけね。その病院からの帰りっていうのは、うんうんうん、そのなんかあのなんていうの、気の身気のままの格好なんですよね。まあ、そうだね。その道具も入っていたし、うん、これから今から仕事に行くと言って出て行ったのが最後ということなんだよね。で、本人の車が習志野市内の路上に放置してあると連絡があって、車は斜めに放置されていた、まあ、だから慌てていたように止められていたっていうことなのかな。で、キーはついたままで、ドアに鍵、ドアの鍵も開いており、後輪がパンクしてたと。だから変な運転をしてた可能性もあるわけだよね。でも免許証とか保険証とか全部、入院時の、下着類なんかも入ったまんまだったっていうことだから。そうか、うん、だからちょっと慌てて、もしかすると何かっていうこともあり得るけど、もしかしたら本人というか拉致であるならば、まあ、全く違うところで身柄を拘束されていて、それを偽造のような格好でして、まあ、置かれていたということも十分考えられるし、まあ、なんつってもね、北朝鮮にいるという目撃証言があるんだよね。うん、ということから考えると、まあ、十分その可能性はあるということなんだよね。特定失踪者なわけですよね。うん、そうそう、認定はされてないけど。認定はされてないのね。うん、だからまあ、全国にね、その、まあ、うちが調べてるだけでも、470人のその拉致の可能性がある人がいて、はい、で、全国の警察ではもう880人以上が拉致の可能性があると言って、まあ、公表されているんでね。これ拉致問題ってまあ、ね、それもいろんな形で勉強したと思うけど、うん、決してこれは日本海側だけで起きてる話ではなくて、はい、全国どこでもその狙われても全くおかしくないし、うん、突然あの海岸沿いを歩いていて袋に詰めていかれるなんていうのは逆に言うとほとんど少なくて、うん、しっかりと人を狙ってね、で、誰を連れていくか決めて、その人物を、しっかり調べた上で拉致をするというのが本当の拉致のやり方だと思うので、はい、まあ、実際田中さんもね、千葉の習志野という、まあね、首都圏でいなくなるわけだし、そこからあのいくらでも新潟とかそういうところに連れて行こうと思えば連れて行けるわけでね、うんうん、あの決して、太平洋側だから安心というわけではないということをね。そうですね、うん、まあ、あと海外旅行中とかね。そうだよね、うん、そういうケースもあるしね。韓国でとかっていうのもたくさんね、パターンはあるから、はい、まあ、まあ皆さんたちもね、決してあの、今、まだまだ北朝鮮というところが存在している以上は、拉致をしてないとは、決して言い切れない。あの、袋に詰めて連れてってないからね、うん、ちゃんと、必要な人を狙って連れてってるんで、みんなも今も狙われないという保証は一切ないということなんで、これみんながね、気をつけてれば必ず抑止力になると思うし、うん、向こうがやりにくくなるからね、意識を持ってみんなが、行動するようにすれば、はい、必ずこういうことは二度と起こさないということができるんじゃないかなというふうに思います。
今日は1993年に、千葉県の、習志野市から失踪した、田中正道さんの妹さん村岡育代さんの呼びかけを聞いていただきました。初音ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さーてもう今日もエンディングになっちゃったんだけど、なんかあっという間だったな。あっという間ですね。なんか、普通考えていたことが全くできないで、今日は、予定を変更してお送りしまして、どっかテロップ入れないとダメになっちゃったよ。そうだった。だけどまあ、よかったね。うん。面白かった。いや、私も話せて楽しかったですね。辰巳と。いやいや、こういうなんていうの、まあ、うちよく深夜放送的って言われるんだけど、なんかさ、あんまりこう、かっこつけないで、こう自分たちのことが喋れる、思ってることが喋れるってとっても大事だかなと思ってさ、うんうん、いつもまあそれを心がけて、まあそれがね、本音トークだね。そう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 、そう。だからおかしいもおかしいし、うん、間違ってるも間違ってるから、まあそのノリでいつもやってんだけどね。さてだ、今日も、これいつも最後お便りコーナーやってるから、これね、いつもゲストの皆さんにちょっとお便りを逆に紹介してもらって、今日はキャスターだからさ、キャスターっぽくやってくれる？え、ちょっと何そのプレッシャー。大丈夫？プレッシャーかけないでくださいよ。もう、うん、大丈夫？はい、はい、じゃあ行ってみましょう。じゃあラジオネーム前田和夫さんからのお便りです。おお、はいはい、宇佐美さんの早いご回復をお祈りします。ああ、ありがたいね。ね、はいはい、嬉しいですね。ユミネの応援メッセージだね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして続いて犬仮面さん。おお、これね、超ヘビーリスナーなんだよ。あ、本当に。うん、あ、すごいですね。犬仮面さん毎週お便りくれる。あ、嬉しいな、うん、はいはいはい、ちょっと酒焼けした辰兄の声だけで1時間で大丈夫か、うん、と思ってたんですけど、うんうん、何の何の、うん、滑らかなトークで大事な話が聞けてとっても良かったです。さすがお褒めのお言葉、うん、お言葉いただきました、うんうん、ありがとうございます。はい、リクエストですが、うん、どういう歌が採用されるかわからないので、うんうん、ということで、まあ、3曲出していただいたんですが、うんうんうん、小沢みゆきさんのさすらいの歌、あ、そうだね、うんうん、これちょっとね、いろいろあるんだよね、うんうん、犬仮面もいろいろ関わりがあるんだけど、これね、うん、必ず次回かけますっていうふうにね、うん、辰兄が言ってますので。そうします。うん、来週かけますよ。はい、来週かけます。うん、さすらいの歌は最強の男、脚本家村尾明氏が最終回を手掛けた必殺必中仕事や家業の主題歌で、うん、いずれユミネがカバーしてくれないかなと思っています。ユミネいないと寂しいけれども、辰兄が孤軍奮闘の活躍をしている間にゆっくり養生なさってくださいね。うん、そうだね。いや、これはね、この方がおっしゃる、この人ね、その必殺仕事人って知ってるでしょ？知ってます。パララーってさっきもやったけどさ、はい、脚本をうちの親父がやっていて、この人ね、本を作ってたのよ。あ、そうなんだ。うん、そういうちょっと出版の仕事もされてたと思うのね。で、うちの親父のことよく知ってたわけ。そうですか。で、たまたまラチの話で、こっちから知るんだよね。あ、じゃあお父さん経由で。うん、それで、それで親父のことを知っていて、うん、で、そのね、最終回うちの親父すごくいっぱい書いてんのよ。へぇ、必殺シリーズの。で、この曲も、まあ、いい曲なんだけどさ、まあ、それであれなんじゃない？多分思い出がすごくあって、俺もすごく思い出があって、うん、で、まあ、もちろんユミネにも歌ってもらいたいと思ってるけど、今ね、旅集っていう曲があって、これは平尾正明が作った曲でね、これも必殺のテーマ曲だったんだけど、それはね、歌わせよ。もうオケも作ったから。あ、本当に、うん、平尾正明ってロカビリーとかね。それ実は人は結構いっぱいこう書いてんだよね、こう、うん、演歌調の曲で、うんうん、でね、この曲はね、いろいろあってさ、ユミがレコード会社に入った時に、ええ、レッスンの曲に使わ
ってたんだ。使ってた？レッスンの曲に。え、このさすらい？いや違うんだ。さっきの領収っていうの。領収、うん。で、俺が弓姉を見つけた時に、最初にその領収っていうのを歌えないかって言ったのよ。なんで知ってんのっていきなり言われて、うん、いや知らねえよって話なんだけど、いや実はこうこうこうだったっていう、そういう話もあったりして、結構面白いんだよね。ね、つながりが。つながりがね。どんどん出てくる。まあでもあの、このさすらいの歌も必ず歌わせますから。はい。はい、お楽しみに。うん、では続いて、うん、月曜7時パーソナリティの斉藤ベンちゃん。ああ、これね、ベンちゃんはね、同じラジオ局で月曜7時に、ワークライフシナジーという番組やってる、そこのキャスターです。おお、はい、じゃあ同業の方ですね。はい、私がピンチヒッターで笑いどういうこと？あのね、この人ね、もともとね、組合、労働組合で僕が公演やってるんだけど、そこの人だったんだけど、落語家がめっちゃ得意なの。へえ、ね、寄せとかやっちゃう人なのね。あらまあ、で喋りすごいわけでね、自分の番組はね、組合労働相談とかいろいろね、ちょっと硬いのよ、うんうん、だから多分俺の番組出たらめちゃ本領発揮するよねっていう話。なるほど、深夜トークできると。そうだから笑いなんだよ。あ、なるほど、期待っていうことですね。そういうこと、うん、あ、いいね、それもちょっと考えておきます。はい、はい、続いて、うん、チヌーク赤木さん。あ、チヌークってさ、知ってるでしょ。知ってる知ってる、ヘリコプター。はい、知ってるでしょ、はい、知ってます。そのチヌークです。あ、これもしかしたら島根の方でね。そうです、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 お会いする方ですよ。うん、そうです。私めっちゃ好きなんですよ。あ、そう。はい、そういえばなんかデートしてなかった、帰りしてましたね。新事項をね、ご案内いただいて、うん、おー、すごいじゃん。本当、ね、お礼言っとかなきゃな。いやいや、本当ありがとうございました。はいはい、じゃあチヌークさん、はい、ユミさん早く回復しますように、うん、熊野大社の神様スサノオノミコトにお願いしておくよ。あ、でもそっか、とっても大事な話がじっくり聞けて貴重な回でした。あ、そうだね、今後はピンチヒッターに立候補、うん、軍用機と猫とグルメトークしかしないからダメだわ笑い。いや、そうだ、自衛隊の話得意だから。いや、すごいんですよ。ね、もうすごいでしょ。すごい、もう自衛隊プロモーターとしての。そうでしょ。はい。あれじゃない、文化人放送局の方が向いてんじゃないの。ありかもしれないですね。ありだよね。うちよりな。うーん。まあでもあの肉球のさ、マドレーヌとか、ユミネめちゃ喜んでたけど。いや、もう本当にね。ね。あんな美味しいマドレーヌ食べたことないですよ。あ、そうだな。うん、ちょっとあの市販品。っていうか、その辺で買えるのとはちょっと違う感じがしたよね。したね、うんうん、いやいや、あの島根が大変お世話になってな。うん、私はね、あの、うん、チヌークさんのね、うん、あの体つきがね体つきっていうかほちゃんとしてんの。あのね、もう大好きで、もう毎回あのヨギ棒みたいだよね。ヨギ棒確かにもう抱きつきたくなるっていうね。こう癒されるみたいな。癒されるですよ。もうね、本当に東京に持って帰りたいって思ってましたけど、ね、あのヨギ棒の話したらもう終わりになっちゃった。あ、時間来ちゃった。どうしよう。ということで、はい、いや、もう今日はね、さやに手伝っていただいて、これ前弓根しててまたあのジャックしてもらわないと困るかもわかんないから、そうか、うん、また声かけるんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、また来週。やっぱり男とやるよりはいいな。タツニー、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りしました。